クロード・グラハム・ホワイト、1910年、クロード・グラハム・ホワイトは、イギリスのパイロットである、ハンプシャーのバースルデンで生まれた、エンジニアとして働き、後に、自らのエンジン関係の会社を作った。1909年に、フランスで、パイロットの訓練を受け、航空免許を受けた、最初のイギリス人となった。1910年4月27日、 ロンドンからマンチェスターまでを24時間以内に2回以下の着陸で飛行するデイリーメールの検証飛行に挑戦した。ノーサンプトンシャーのロードに着陸し、24時間以内にマンチェスターを目指すために夜間の離陸を観光したことで世界初の夜間飛行を行った人物となった。1九百十年七月二日、ウルバーハンプトンで行われた航空大会にファルマン機で出場し、 対空飛行の部門で1時間23分20秒の飛行を行い、1000ポンドの賞金を得た。1910年10月14日にはアメリカのワシントンでデモ飛行し、ホワイトハウス近くの通りに着陸したが、逮捕されることもなく、新聞に賞賛の記事が書かれた。1911年にグラハム・ホワイト・アビエーションを設立し、空港と航空機の開発を始めた。 エンジニアの中には、ボールトンポールのチーフエンジニアとなったジョン・ダドリーノースがいた。航空の商業利用に貢献するとともに、第一次世界大戦前に航空機に武装を行う実験を行い、航空の軍事利用を進めるキャンペーンを行った。航空に関する多くの著書を出版し、新聞に航空に関する記事を寄稿した。 イギリス空軍博物館に再現された工場の様子1911年にヘンドンに飛行学校を創設し、飛行学校はヘンドン飛行場に発展していった。1916年から飛行場は海軍に貸し出され、1919年にイギリス空軍に引き継がれた。1925年まで長い法廷での争いの後、グラハム・ホワイトの飛行場は、 イギリス空軍によって買収された。これによって、グラハム・ホワイトは航空への興味を失い、ニースに移住し、晩年はフランスで暮らした。第一次世界大戦時代のグラハム・ホワイトの工場の様子がイギリス空軍博物館に再現されている。ありがとうございます。